盆栽からしたらもったいない。松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷妖精園の4代目北谷隆一です。早速ですが今回のテーマは滅実です。黒松を買ってまずこの時期結構大事な作業が滅実というのがあるんですけども、これをなんで滅実するかという理由からちょっと説明させていただきます。これもししなかったら、これ今新芽が出てるんですけども、これがもっと長くなって、今せっかくのいい形の木がもう枝が長く長くなってすごく不細工な状態になってしまいます。で逆にこう滅実をすると枝の芽の長くなるのが止まって、今一芽しかないところの懐に2つか3つか芽が出るんですけども、芽数が増えます。やっぱり1つの枝からまた2つの枝になるっていうんで、その分派手にもなります。だったらまあスルーしないですごく大差が出てくるんですが、あとはその大きい芽と小さい芽が1つの木の中にもあるので、それをまあ芽切りの時期を調整して平均化さすという方法でもあります。実際ちょっとどうやって芽切りをするか、芽摘みをするかっていうのをちょっと実践してみます。切る場所が大事なんですけども、新芽の今年出た新芽だけを、新芽の茎の部分だけを切ります。ちょっとやってみます。これで今切った状態なんですけども、この切った脇から新芽が出ます。芽切りなんですけども、この新芽、緑色の茎下、この今年出た新芽、これの葉っぱのない部分、あんまりすり切りでなくてもいいです。この辺から切ります。こういう芽が残ります。こっちにも小さいのが残ってるの、これもちゃんと切ります。でこれがいい芽摘みの状態です。悪いのがこの今年出た芽の下、この境目よりまだ下、もしここで切っちゃうと芽の出る場所がここなのに、こういう状態になってしまうとかなり芽が出にくくなる上に、なかなかいい芽が出たとしてもいい芽が出ないという感じになります。でこれをこのぐらいの木だったら、まあ全部、あんまり小さい芽はね、切ると次出にくくなるんで、そうですね、大中小と極小があれば、まあ小より上ぐらいな感じですね。ちょっと分かりにくいんですけど、もう全部もうその日のうちに切っちゃいます。全部切って、まあ秋ぐらいになれば、まあだいぶまた2番目がいい感じに揃って出てくるんじゃないかなと。まあ、ちなみに、まあ滅実の適期っていうのが、まあ6月の中旬か後半ぐらいが一番いいんですけども、ちなみに今日5月の20日なんですが、この子は今年の春に植え替えしてます。植え替えするとやっぱりなかなか芽伸びが悪くなるので、あえてちょっと今日は早い時期ですけども、まあ滅実をしてみました。はい、まあ、今回はこれぐらいで以上です。盆栽枯らさない塾北谷妖精4代目の北谷隆一でした。チャンネル登録お願いします。